俳句をボロクソに酷評される馬娘に対するみんなの反応。ふわふわね、天日干しの布団はふわふわよ。なんですかこの俳句は。あなたの俳句はただふわふわを言ってるだけなんですよ。ふわふわは季語よ。季重なりじゃねえか。ふわふわのふわふわ感を伝えようとしてるのに何の問題なの。夏井先生に堅くなにふわふわを譲らない発言したらめっちゃ毒舌で返されそう。ふわふわね、ふわ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 、ふわふわよ。綾部さん、もう諦めましょう。すごくすごい、ふわふわお布団、すごくすごい、とプロ。よくこんなもん出す勇気があったな。頑張るよ、目指せ一着、春うらら、うらら。五七五だし季語も入ってるな、よし。実際にこれはちょっと褒めてくれそう。実際季語もちゃんとあるもんな、自己紹介とのダブルミーニングだけど。一直線、最高速で、直進で、ライトを。先生直しは？ありません。覇王世代は俳句ダメダメとかいう風潮。それでも覇王ならなんとかしてくれる。むしろ俳句いけそうな馬娘を連れてこい。ロブロイあたり？シンボリクリス S 以外と目白の一部は教養として教わってそう。グラスワンダー？先生役の方してるかもしんないけど。グラスワンダーはもうちょっと勉強すれば伸びるから頑張ってくださいって言われるタイプだと思う。ゼファーあたりは上手いんじゃねえかな。季語は全部風関係になるけど。もともと詩的な言い回しも多いし、自然を愛する面もなんか向いてそうだなゼファー。はぁはっはっは、僕こそが TM オペラ王、恐れたまえ、世紀末覇王を、オペ。ドイツが作ったんだ？朝食べて、夕方食べて、夜食べる、おぐり。胸はいた、涙のシロップ、コーヒーに。まるで形式守ってないけど詩としては素晴らしいみたいに言われそうな CB。行き過ぎた自由律で作りそう。こういう時ゴルシは割とセンスのある俳句を読みそう。全員がボケ始めると幽霊で風流な句を持ってくるゴルシ、目白家やシンボリ家が勢揃いすると今度はボケようとするゴルシ。完璧すぎて面白みがないルドルフ。ダジャレを入れてつまらないことをするなって怒られそう。書いた汗、その手でおにぎり、美味しいね、ザリオ。残りがで、思い出巡る、麗しの、ザリオ。それ本当に本人の作品ですか？和田裕二、闘魂注入、鞭が飛ぶ、川島。エクセレントこれ以上ないほど素晴らしい俳句だね。そんな君には TM オペラ賞を授けようじゃないか。いけ、ギムレット、ネオユニ、マーベラス、デジタル。そのメンツならデジタルはどうにかなる。マベチンはマーベラスをねじ込むというか俳句に入れないならやれる気もする。キム先輩も演劇脚本を書けるくらいには文才あるし日本神話も当然のごとく履修済みなので案外やれそうだぞ。ユニさんは、うん。キャラストでドドイツ読んでる中山に俳句短歌和歌の才能があってもおかしくないと思ってる。聖夜にて、共に道行く、一歩半、タイトレ。夏井先生もそうだが浜ちゃんも大変じゃないかこれ。ふわふわ一辺倒で突っ込みどころなくていつもより早めに先生、って投げてそう。馬娘全般で金言い渡されそうな俳句の才能グランプリ。先頭の景色を見続け、秋の暮れ、鈴鹿。カレンちゃん、かわいいかわいい、カレンちゃん、カナロア。聞く舞台、それは私が、見た光、星雲。無邪気な、あなたに捧げる、ひなぎくを、西野。やめるのだ、そこは出し入れ、穴なのだ。揉むことに理由はいらない、ノーリーズン。揉まれてる方なんだよなぁ。夏芝や小林どもが、けじめの後、ドリジェ。お嬢ちゃんおっちゃんの言うことよく聞きなさいね、ハエも季語だよ。比喩にすることで比重下げてるのはわかるけどいっそ素直にゲスとかグズとか書いてもいいんじゃない？夏の夜の、君と見上げた、双子星、綾部とれ。おっちゃほい、一緒に食べた、あの子の笑顔、ダンツ。夢の後、120億の、神の雨。秋空に、別件私が、総大将、スペ。マヤ起きた、走ってもっと、テイクオフ、マヤの。オペラ王、私に触るな、おやつくれ。秋の盾、高らかに歌うわ、過激王。トレセンは、婚活会場、ちゃうねんぞ、そう思うやろ、ダーリンも。古池や、ライトを飛び込む、水の音。
ひな祭り、五度の夢見し、生誕祭。これは成田耐震。さらっと才能ありの耐震トレ。自信ありますわ、と言った後再開才能なしになるメジロマックイーン。横で苦笑いしながら才能ありを取るライアン。カッコつけていろいろ眼畜も付け加えて渾身の一作を生み出したものの、意味不明と酷評され一つ一つ丁寧に説明させられる周知プレイを受けるウォッカ。素晴らしい出来だけどあなたの若さでなんでこんな古い情景を、と驚かれる丸尾ね。ハチミーを集めて林、僕の足、帝王。気候的には平凡だけど無邪気さがいいですねということで注意ぐらいの判定をもらうやつ。ハチミーが何なのかを質問されてから採点。書き食えば腹が鳴るなり、放流時。文系だけど西洋寄りのライスロブロイはどんな評価を下されるんだろう。ロブロイは1回目で才能ありもらうけど、それ以降凝りすぎて減点食らってしばらく特待生で停滞するタイプと見た。素直なライスの国にっこりする夏井先生。ライスちゃんの採点甘くない？黙れ。ライスは才能ありのアベレージは高そう。逆に評価高そうなのはやっぱグラスかねえ、名人になってそう。福来たるも案外いい点出しそうだけど特待生止まりな感じ。普通にやればいい点取れそうなのに調子に乗って変なの書いて減点食らってフラーってなる福来たるみたい、見たくない？冗談はやばい。5時間字間違い大幅な字余り字足らずを一つの句にぶっこんでしまいお通夜状態になる会場、泣きそうな冗談。おいやめろ冗談をいじめるな。逆に永世名人になってそうなのはカレンちゃん感ある。公式で俳句してる馬娘だ、面構えが違う。爆心、爆心爆心、爆心シーン。この句はですね、明らかに桜爆心王さんのことを指している、かなりわかりやすい句です。会長は教養はあるしダジャレは入れないだろうしこういう企画はめちゃくちゃ強いと思う。ギャグは生徒に親しみ持ってもらうためだから大人に囲まれる番組では封印対象かもな。でもゲストとして参加するときはすごい造形の深い句を読むのにレギュラーになった途端にジョークが入り出す会長もいいと思う。こういう教養と発想が物を言うやつはファインがめちゃくちゃ強そう。プリンセスは姫の教養をお見せしますわからのやっちまいましたわがあまりにもありそうすぎて。福来たるはいい俳句を作るけど人の俳句に赤入れるときはふざけるフジモンタイプと見た。実体験を形にする系の俳句でめちゃくちゃ強いアグネスデジタル。レギュラー放送への出演頻度は低いから特待生止まりなのに大会で普通に1位になる感じのポジション。富尾ポジションのキング。吹雪舞う、俺の短所、どこ行った？馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。